on, train, hold on, train. Ah! Delphi, win. Round three, fight. Hold on, higher. Hold on, higher. Hold on higher! Hold on higher!
Thank you.
それじゃあ本日のルールは2 on 2でやりますが、2 on 2の こんくらいかしら。はい、シャル君です。ただいまいちパッとしないな。こっちにしようか。誰かちょっと座ってみてください。ああ、明るく大丈夫ね。はい、本日のルールは2 on 2です。で、A さんと B さんが組みます。 A さんと B さんが組みます。 A さんが、A さんが使うキャラクターが1と、A さんが使うキャラクターの1、そして B さんが A さんの使うキャラ2、これを決めます。 A さんのキャラを、A さんのキャラを A さんと B さんが1体ずつ決めます。これ別のキャラでね。で、 B さんのキャラは A さんと B さんでまた決めます。で、このどっちかを使うんですけども、それは相手チームに決めてもらいます。はい、例えばシャル君だったらDJ と、僕とシャル君組んだら DJ とバイソンで指名します、指定します。で、グリグラさんがどっちを使うか選んでください。うん、その形でちょっとやってみようかなと。あのね、そう、メインキャラを使えるかもしれないし使えないかもしれない。相手のキャラクターを選んでもらうんですよね。いや、そうとも限らないよ。うん、相性の問題もあるので、これはだから選択してもらうという形でやろうかなと。はい、では、誰と組もうがこれは自由です。A さん B さんはトランプで組んじゃってもいいかな。そうだね、トランプで5チーム作りますか。Yeah.
ごめんなさい、ちょっとルール変更でシングル戦にします。シングル戦にしてシャロ君が例えばバイソンと DJ を使いますと宣言したら相手がそのキャラをどっちか選ぶことができるっていう形で、そうですね、自分で2キャラは設定して OK でいいかしら。やってみましょう。この方がシンプルですね。では、2キャラ皆さんこれ今から配るので書いてってください。ないないですよ、本当に相手を見て、相手を見てじゃないんですよね、最初に自分で2キャラ選んどいて相手が決めてくるんで、それ自分のキャラを決めるのはいつ、あ、そう、自分、あ、最初にもう書いてもらいます。書いてずっとそれで、その2分の1で、あの公平になるように相手のキャラを決めるのは同時にします、うん、これ申告制みたいな感じですね。これでダブルイリミネーションシングルマッチで作ってみようかなという感じですね。 S キャラは別キャラ扱いです。豪気は1万円ですね。いや、じゃあもう登録 するところで登録料が1万円なんで、エントリー費用が高くなるんですよ豪気の場合。選んだ方も1万円。全然リスクリターンがまるで見合ってないですねこれね。誰も選ばないです。相手に、あ、1万円渡していく。シャル君のキャラはバイソン DJ。 グリグラさんはキャラなんですか。フェイリュウで、もうね、相手がイラブキもなくすぐらいの強キャラで固めるのがいい。龍の方がいいんじゃない？龍の方がいいかな？じゃあ龍
それでは全出席してシャッフルいたします。シャッフル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 スタート。はい、うわー、これやべえなー、これやべえなー、一番当たりたくないところだね。はい、それではゼロ回戦からやっていきましょう。俺か、お、トネピー、やり直しよこれ。マジか、作り直し。オッケー、僕はね、ホークにしようと思ってます。ホーク、では、13人になりました。13人です。シャッフルシャッフルストップいってください。はい、はい、決まりました。ニーヤー対トネピーからいきます。なんで変わんねんで1回戦、おかしいだろう。はい、テスト、よし、ごめんね。はい、それでは相手のキャラクターをが2キャラ今選択されていますんで、そのうちのどっちかを選んでください。それが先、座る前に、うん、相手のキャラクターを2つのうちから選んでください。ホンダを選ぶ？ど、何を選ぶ？剣選ぶ。
こんばんは、お疲れ様です。それじゃあ始めていきましょう。次、これワンピーツーピーってさ、間違えた、キャラ選択間違え。ワンピーツーピーどうやって選んだ、じゃんけん。あ、これ見て、あ、上からね。オッケーオッケーオッケー、じゃあそれでいきましょう。第3、次 1P 側です。カーシムさん次 2P 側なんで、相手のキャラも決めといてください。さあ、それでは6月の18日、スパ 2X 変則シングルマッチ、今日はダブルイルミネーションマッチでやりますが、キャラクター2つを自分が選んで、そのうちの片方を相手が、指名するという形で始めていきます。先方じゃないや、まずはニーヤケンとトネピーホンダという形になりました。これ1回負けたら終わりですからね、ダブルイリミだけど。さあ、ニーヤホンダが、違う、ニーヤケンがトネピーホンダを翻弄している。さあ、自分のキャラ何選ばれるか。おお、今のうまい、百列もらっと。あー、竜巻かよ。はい、終了です。はい、ダブルイリミネーションですので、まだ試合は残っております。それではリセット係、誰か一人お願いします。大川島、相手キャラどうする？第三何？龍ガイル。川島さん龍。ガイル。龍ガイルね。はい。さあ、大ガイル対川島龍になりました。この龍がですね、非常にうさんくさいんですよ。次の試合、グリグラ鈴鹿ですね、用意しておいてください。さあ、大ガイルは、まあ、どっちもこれメインみたいなもんですかね、ユガイは。さあ、スタブが入って大ゴス追い突きしてくる。おー、うまい、うまいが、あんなところで前飛びしていいのか。うわ、実はあの中ゴス、ガイルの中足を潰します。うわー、ドンピシャリ。3回目の。さあ、まずは川島龍が謎に1本真空もらったら負けますよねという感じですね。裏剣と波動相打ちはダメージ大差はないですね。あと間に合わない昇竜からの、お、中足当てて IH になって真空があるので、これは圧倒的竜有利。さあ、真空を漏らして中足、魂の中足。さあ、開幕は竜巻に対して追従していた小パンチを見てから教える。IH OK、マニュアル通り行くぞ。さあ、まあ間に合わない。さあ、バックジャンプ、今のバックジャンプいいですね。そしてめくってサーバー、これは、あ、高すぎた。ダイが勝利、ダイさんが勝利。ホンダ、はい、グリグラ対鈴鹿で、どっち選ぶの。フェイロン、はい、フェイロンホンダです。フェイロンホンダ遅いよ。なるほど、ちょっと間に合わなかったな。次の試合、シャルペコです。用意しててください。開幕アッパーになったけど、100巻をぴったり落とすという。さあ、バイナイバイバイバイ。さあ、そして劣化神拳、
サブキャラを選んでいくのが基本的にはセオリーっぽいですが、サブキャラを選んだところでこのように大変な被せが起こる可能性があります。さあ、頭突き相打ち、頭突き一方勝ち。さあ、この本田戦は非常に劣化拳も慎重に打たないといけない。うわー、弱頭突き冷たいですね。あれは相当遅らせて支援以外勝てません。至近距離になった時点でもう頭突きは弱一択みたいな。おーおー、投げちゃった、もったいない。ネック裏に行った。あれは頭突きが消えるやつなんですが、こんなに対しては、あー危ない。これは支援 IH、 危ねえ危ねえけどグリグラ勝利。これ結構どっち勝つか分かんないのが続いてますね。シャル、ペコ、どっち選ぶ？ S 流、 S 流 DJ にやっちゃった。まあしょうがないねこれね。どうぞ。次ムナーディ2回転です。次ね、さあ DJ が最もきついキャラの一つへ S 流になってしまった。しょうがなく指名したという感じですね。さあスライディング、お、いいですね。さあからの、おーっと、コパンジャックナイフをつないだということは1回目の飛び込みから、おーうわー取っていく。シャル DJ うますぎる。今のうまかったな。はい、ムナーリ対2回転やります。さあムナーリ対2回転、サガット S サガット対 S ホークバイソン、 X サガット対 S ホーク。さあさっきニカさんホーク僕とかなり連戦してやってましたが、さあどうなる。しかしまあチュンリーとは違ってサガットはリバサーでアパカ出せるので、まあ落ち攻めどういう策になるかというところか。さあまたジャンプコパンから出て、さあお互いじりじりしているが、ここはしっかり見ている。低空コンドルから来て前押し暴れている。さあ上タイガー引っ掛けて、さあこれで下がったがかなり有利に持ち込めそうだが、にじみ寄ってくる S フォーク。 S フォーク、これニカさんあれですね、 2P カラーの S フォークの色ですね、いい色。さあこれは削りにはいかない、まあちょっと危ないですね。さあここからさすがにニカさんメインキャラ相手には厳しいか。キャラさん、なるほど。さあまだ上タイガー、下タイガー、下タイガー、どんどん削っていく。さあテイクコンドル入ったが何も、おっ中キックの差し返し。さて、おうまい、どうする。やはりなかなかいけない。さあしかし体力は結構取ったのでこっから待てそう。おお、マジか今の。遠大帝とグランドタイガーが相打ちになって、これはまた遠大帝が入る。さあこれはいい具合に取っていったが、今度はどうなる。さあ今度は開幕ちょっと歩いたがグランドグランドで押されてしまう。やはり一つガードバックヒットバックが結構肝になりますのでね、結構厳しいですね。さあここはおっと、さあ何も出さない。低空コントロール入って上から行って、ここは踏み込みダイヤシ。さあ寄られたくないがどうする、回しに行けない。これは策、うん、さあ円台系円台系と、これは出せなかったが最後に回したら2回転。
上行きましょう。ミーア対ニーアですね。ニカさんマイクお願いします。これ結構すぐ回ってきますので皆様用意お願いします。ミーア 1P、 ニーア 2P で剣山儀と剣本田ですね。どうします。変だよね。次マッツンさんが 1P のダイさんが 2P です。相手のキャラを2分の1しどっちか選んでください。相手も自分のキャラにどっちか選んでいきます。ちゃんと選んで小パン。はい、ミヤザンギとミヤケンですね。第3次ですよ。さあミヤザンギとミヤケンとなりましたが、ミヤザンギはねやってるの見たことありますが、実はちょくちょくやってるんじゃねえかっていう動きしますね。おお、ちょっと近かったか。さあしかしニーヤー剣は剣なのに水ジャン対空とかしますからね。さあ1本目はミヤザンギ。さあもんで大足スクリューいけない。さあスクリュー入って、おお、カラジャンスクリュー入って、なんだ大足大そばだい。これは投げるピュール、あー優しさ。一回死んでたところじゃないですね。しかし自分が混乱してる以上に相手も混乱していた。さあダルシムステージ早いのでザンギが有利度が増すでしょう。ニーアー剣は波動拳打たない。うわーナタで対空昇竜膝つかみ歩いて掴んでいく。ニーアーが勝っていた。はい、第3ガイル S 剣、エスケン対ガイルです。はい、間違え、緑ボタンです。キャラ間違いが多いですね。要は相手に決められるというプレッシャーですかね。あ、いや、スタートモードかな。スタートモードがあるんだけど、さあマッツン・エスケンとダイガイル。マッツン・エスケンはめったに見れないですね。波動打ってる。うわーすごいすごいな。今タッチアッパーになっちゃってたんでそれのせいだと思いますが、さあ踏ませる、投げる。エスケンの強いとこよく知ってますね。ケンエスケン汚いというあの物言いが入りましたが、うわ昇竜拳もらって、おつせめ昇竜拳。これはでも膝つかみないので投げ受け身でいいような気も。ああ、裏にいる。さあマッツンが勝利。はい、ヒデグリグラです。竜かフェイノを選んで、竜、はい、竜同キャラです。次シャル2回転です。さあグダグダの香り、
確かにそうですね。さあお互いじっくり上を見ながらジャンプ呼吸をガードするムーブ。さあここさあさあじゃあ相模京パンが負けたが飛び込みが入って、さあグリグラこれから攻め次第ではですが、真空ぶっ放す飛んでいく長州。サブキャラの竜はみんな真空放せますからね。さあ大足で端っこに追い詰めたらグリグラだが昇竜拳が一戦画面端を入れ替える、飛び込む、うまいうまいうまい、中ゴス、あとあと、うわモザイク、ヒデが勝利。グリグラさん、さあではシャルニカです。 S ホークバイソン。さあシャルニカ、S ホークバイソン、さあよく知っている。さあノーリスクだよと煽っていくが、果たしてシャルさんはこのプレッシャーに耐えられるのか。しかしまあサブキャラですからね。さあにじり寄ってくる、しかしアントビバッチリでしっかりと離してゲージ回収、上も出ます。さあこれはうまい具合に我慢して、そうですね、上飛んだモーションを見てからアッパーで OK ですが、ヘッドで切り返される。さあじりじり歩いて歩いて、さあ来た、うわーアントビちょっと早い。さあさあこかして、まず1回目これはちょっと高いか。さあまだ慌てる時間ではないと、お互いゆっくりやっていくが、にじみ寄ってくれフォーク。さあ痛い3段中段ガード、しかしゴシゴシされて、いやーヘッド待たれてる、これは厳しい、シャルさん勝利ですね。あ間違えた、やべえどうしよう、ニカさん 10押すつもりが間違えて0押さずに1って押しちゃったんですけど、どうすればいいですかこれ。おおで、ウィン10ですね。はいお願いします。はいニーヤ対マッツン、次ヒデ対シャルです。ニーヤ対マッツンは、あーニーヤさん 1P、 マッツンさん 2P。剣道キャラ、剣 X 剣で妥協の X 剣道キャラなんですけども、熟練度が300倍ぐらいありますね。さあ 1P 側ニーヤー剣、そして 2P 側マッツン剣、 S 剣よりは何部がマシだろうと。しかしさあ全国の県でトップ3には間違いなく入るでしょこの男。これ負けたらかなり恥ずかしいですよね。うわーあーあのナタは減らないんです、ね、ナタの1段目は1ロットですね。削りと同じぐらいのダメージですよね。さあうまい。さあ地上をやっているふりして、うわマッツンがなんだかんだで端っこ、そしてうわー来たのか、
今もの表裏で絶対に殺すアッパーだったんですね多分普通にガードしましたね。そうですね、だからアッパー昇竜にしないとダメですよ。アッパー昇竜ですね。さあヒデ対シャル、なぜか準決勝がこの組み合わせ。どっち DJ, DJ リュウ DJ、 はい、 DJ、 まさかのヒデ。おーっと出るぞ、エクスパーと一緒ですね、リバーサルは出る。エクスパー台足からキャンショールにするあれですかね。さあゲージを溜め切った、リードはヒデ、我慢から投げる、うわー、まあこれは忘れた方がいいですね。さあヒデ流がまさか絶対全員流を選ぶでしょうというこのトーナメントで勝ち上がっちゃうのか。うー、しゃがみギョッパー一方的に潰す。おお、中足めぐり表だった、スライディングうまいな。さあ端っこ厳しい、竜巻はダメ、スパコンでシャルが決勝戦進出。ではマッツン 1P シャル 2P です。 DJ、 え、ケンエスケン。みんな泣いてますね。キャラ的には X ケンだけどね、 S ケン、 S ケン。はい、まずはウィナーズの決勝戦いきます。これ勝った方がライフ2つ持ちで敗者から上がってくる人間を迎え撃つことになります。さあ本当に不慣れなのか、マッツン S 剣、マッツン S 剣、あーっと気がついたら画面端にいる、画面端はマジきついぞ。コアコア大足、大足も減ったな今。さあ昇竜しっかり落として波動拳、波動拳、波動拳、波動拳。 DJ は回転の速い飛び道具が苦手ですからね。さあクータツエ、わ 2P ゲット、そしてぐるぐるドーンで画面端、そして波動拳で音がめしていく。さあ地獄、地獄が、地獄が続く。うまい、勝利当たらない、しゃがみ中キック強すぎる。さあどうする、エアスラーが厳しい、あー何もできねえ。マッツンエスケンはさすがに汚い、キャラが強い間違いない。ではルーザーズいきまーす、ペコ対ムナーリです。ペコ 1P、 ムナーリ 2P、 相手のキャラを指定してください。S 流 S 剣。S 剣、ムナーリさんはメインキャラともっと強いキャラですからね。 S 差がどうします、どうす、 S 剣、 S 剣いいですか、はい、 S 剣対 S サーになりました。これちょっとびっくりですね、予想外。さあムナーリ S サガというまたレアなやつと、しょうがなく S 剣を選ばされたムナーリ。おー、うまい、あれは X サガットでもできるんでしょうけども、 S サガの方が強いですよね。
まあ当たらないのかあれ。さあタイガー、タイガーでムナーリが押している。おお、タチキョーキック、 X サートと同じ動きをしている。さあタチジャックキック、グランドタイガーショットという S サガだけに許された技を使いこなしているムナーリ、実は青パン使いだった。タッチキックス、グランドショット。おっとペコが黙らされている。こっから逆転やんのか。おー投げらんないどころか裏から食らう。タッチコキックうまい。うーあーっと勝利引っかかった。勝負どうする。いい勝負だ。おお危ないところでペコがねじ込んだ。次トネピー対グリグラです。どっち有利かといったら多分 S 剣なんですけども、多分 S 剣ですね。さあとしゃがんでいた。空対空はさすがに S 剣が強い。さあこれは上り対空。おーバカムナーリ勝利。最初にいなくなったのはペコ。はい、トネピー 1P グリグラ 2P です。相手のキャラを示してください。キャミンホンダ選んでください。いや待て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 。ホンダで、竜ホンダです。まあ望むところという感じでしょうか。次の試合カワシム対2回転です。さあ波動波動、うーっと、さあトネピーホンダはブームが過ぎて最近はあまり使っていないようだが、キャラパワーすごく高い。おー一応からのめくり百貫、ここは逃げ出す。頭突きヒールヒール、今のすげえ。あとネピーが持っていった、百貫かくったか。これは膝つかみ技を起こしている。さあ波動打ってくれたら嬉しいな。百貫あれが当たれば試合終わる可能性もあるのでリスクリターンは見当たると言っていいでしょうが、一回とがめられるとこれは厳しい。さあやっぱりメインキャラはなかなか選んでもらえないですね。さあ百貫、おお一応入るからの高いがこすっている。おお百貫また上から来る。さあトネピー歩き寄りがうまい、うまいが昇竜出た。さあ離したのでグリグラ優勢。大足確定はしませんがガードにはなる。うん、おーっと相打ちになってしまった。勝ったのはグリグラ。さあカワシム 1P2 回転 2P です。さすが二流だな。さあ川島龍と2回転 S フォーク。
さあ、Sフォークの N コパに対しては中小流かな、確か中小流返すの激ムズっていう風になんか聞いた気がする。さあ小流まで出すがもちろん何も出さない、投げは最大ですね、受け身ないんで。さあこれはダイキック入って、しかし低空コンドル、わあ歩いてるから、あしかし、あー三角なんか待ってるぞ、これ今の動画で見せたかったですね、2回転が待ってました。さあ来た、どっちめくり、近代系が入って、さあこれは冷静にゲージ回収に努めて、おおマリオパンチ、マリオパンチ、安い1ヒット2ヒット入れたかった、こっから死が見えなかった、やるあれ見えないやつですね出してない、確かに。さあなぜか波動打ってるとこだけギフティータイク、さあ燃やされてゲージが、おーおー相打ち、これは悪くない、弱小流、さあサブキャラならでやっぱ弱小流っていうのがやっぱりあれですね、サブキャラならではっていう感じですね。さあマリオパンチ中キック波動、さあニカさんまた回せずに終わるのか、あーやってしまった、ニカさんの声が響き渡る、何番だ6、はい次は鈴鹿美也、あーなんだ今のザンギこれはやばいですね。さあミヤさんは絶望の顔でどっちを選ぶ、ホンダかダルシも選べ、ホンダさすがにか、次の試合ムナーリ 1P 第 2P です。相手キャラも見といてくださいね。さあ鈴鹿ホンダがなぜか有利キャラと当たりまくる これがパレスチナの大好きなゴブカード、お切ったか、あれもうちょっと高くガードするとスキルかぶる時もありますね。さあ農業残儀は本田戦水準も使っていました、百貫大一丁妥協の塊、全部妥協、しかし勝つ、この辺がキャラさ。さあ鈴鹿勝利で次 1P ムナーリ 2P 大緑のボタンです。 X 龍 X サガット対 X 龍となりました。次グリグラ対カマシムです、用意お願いします。あ本日のルールは自分で事前に2キャラ選んでこれでエントリーをしてもらって相手がそのうちのどっちかを選ぶというルールでございます。さあ飛びが当たってムナーリ、先ほどはペコエス剣をエッサガでぶっ殺している、おっとコハコハ、大変怪しい、お見苦しいところをお見せいたします。さあこれが勝った方と、鈴鹿が対戦になりますね。2位が置いてある、さあさすがにこれは
ムナーリの方が強いのか。さあしかしムナーリなぜ竜を選んだのか。おっと押し返した。スイジャンダチアキック、これで使わせてバンジキュース、あとはカラジャンスパコンとかでも OK、 やんなくてもよし。さあタチジャッキックうまいですね。勝ったのはムナーリ、グリグラカワシムです。カワシム竜同キャラ、フェイロン竜竜同キャラになっちゃいましたね。まあしょうがないですね。これは次鈴鹿対ムナーリです。鈴鹿対ムナーリ考えておいてください。さあ竜になりましたが、 1P 側の黒い方がグリグラ、 2P 側の茶色いのがカワシム。さあどうなる。カワシムはここまでダルシモ1回も使わせてもらっていない。さあジャンプ強撃昇竜、壊し中昇竜、水ジャン下が投げられる。読み合いが40周目ぐらいだ。読み合いというかね、おおうまい。相手の3歩先を読むという。おー伸びきりアッパーがいく、激しい、当たらないさあお返しされてカワシムが優勢。真空ひでえなこれ。さあ初対戦のはずなのに40周目おかしいだろう。さあジャンプ攻撃高めからファイヤーで燃やしてグリグラがダウンを奪う。歩いて昇竜、さあ両者真空持って楽しいぶっ放しタイム。空達真空アップねー、いい飛び、グリグラが飛んで勝利。しょうもねえなはい、では次の試合呼び出し通りお願いします。エッサガとホンダダルシム、ホンダホンダね、ホンダ対エッサガです。次の試合グリグラ対ニーヤです。グリグラ対ニーヤ用意しておいてください。さあ鈴鹿も1回もダルシムを使わせてもらっていない。 X 勢はサブキャラ持ってる人と持ってない人の差が激しいんですけども、鈴鹿持ってないと見せかけて実はホンダ結構強いんですよね。おっと投げた、特殊ルールですね。今日はまず自分で2キャラを選んでおいて相手にそのどっちかを指名してもらうというルールです。ムナーリさんは X サガット S サガットを選択、鈴鹿さんはホンダダルシムを選択でホンダ対 S サガットになりました。さあこの組み合わせはアーパーか、どこで当たっとん、すごいね。アーパーかアーパーかアーパーかとタイガーダンスしていく、これはちょっと萎えますね。さあそして追っ払うのもタッチアキックショットで OK。 おお釣られたが安い、これね中盤投げおすすめですよ。中盤投げガーパーか、離してなかった。さあムナーリサブキャラエッサガットがニヤリ大活躍、グリグラ対ニーヤです。相手キャラ選んで、はい、竜対剣です
ゼロチームと当たらないルールですね。選べるか。さあムナーリ対ヒデ、次の試合です。さあグリグラリュウ対ニーヤーケン。うおお激しい。さあ、あーと21世紀未来型剣のニーヤー VS スタンダード系と見せかけてひどいこともやってくるグリグラ。さあどうする、波動拳追いかける。この辺は普通に竜対剣をやっていますけども、端っこに追い込むと二択の鬼が今度勝負。おー分ね、潰された上に3ヒット食らう。あそこから波動が入らないのが X 竜のちょっと弱いところ。 S 竜だとピオにまで入っちゃいます。チューパンチューパン波動が簡単に下がりますからね。さあ膝つかみ入って、なんでなんで中段絶対届かない選択さあニアのお得意の遅らせ昇竜、しかしグリガラ繰り返す。さあファイヤー、うわーからの出ない、出ないが普段通り、あーレッパで落ちちゃった。さあニーヤーが勝ち上がり、ニーヤー剣大活躍中ですね。うん、ヒデ 2P、 ムナリ 1P です。はい、相手キャラリュウエッサガじゃない方、リュウ対サガトです。ムナーリサガット対ヒデリュウ、やっぱり2キャラぐらい持っといた方が楽しくなりますよという、そういう感じですね。おおおおヒデリュウはなんか飛びの嗅覚だけでそれなりに戦ってますね。おお、うそだろ、あれカメラが止まっちゃった。大丈夫、はい大丈夫ね。IH なんでシュンリじゃねえから、みんなで大合唱でした今、シュンリじゃねえからと。うわー、エクスパーが乗り移る。さあ必殺技を順番に出して、必殺技を順番に出して、みるみるうちに体力が減っていく。昇竜拳、中ゴス、大ゴス、大足、アッパーか、いい加減にしろと。おお、あんだけガクガクやってたのに体育が出ない。さあムナーリ勝ち上がり、ニーヤー対ムナーリやってもらいましょう。ワンピー側ですね、ニーヤー対ムナーリです。はい、ケンホンダと X サガット。ケンホンダ、ホンダ、ホンダ、むずい。ケンともやりたくない、ケンやりたくない。こんばんは、ケン。はい、ニーヤーケン対ムナーリサガトです。で、これ勝った方とシャル君、ルーザーズの最終戦です。ニーヤーケン対ムナーリサガット。さあ先手を奪ったのはニーヤーだったが、めくり竜巻をアパカで相打ち落とされてしまう。あとさあ動きがちょっといやらしいのか、全く迷いがないニーヤー、全くない。レッパかする、
立ち強パン確定もらって体力追いつか、ヒデと同じ二代目ヒデです今のは。さあ今度は画面走ったが大足届かせて、といい飛び、そしてビオコンが入る、タッチコーキック、スパコンまで入って、このヘリ減らなすぎでしょう。さあどうする、行くのか昇竜、うわあ二択には付き合ってくれない、膝ぐらいやっとけとは。さあ勝ち上がったのはムナーリ、ムナーリ 1P 側、シャル 2P 側です。バイソンじゃない方、バイソンじゃない方 DJ ですね。 X サガットか S サガット、X サガット口が滑りそうになりましたね今ね。X、 さあバイソンを回避できるしダルシムも回避できると、ムナーリさんが結構ニコニコしております。さああれはキャラ隊ですね、見苦しいデスクのもキャラ隊です。キャラ隊です、キャラ隊大変有効なキャラ隊となっております。さあお猿さん、おもちゃ売り場でシンバルをシャンシャンやってるお猿さんですね。シャン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 、やべえぞこれと。さあ見てくれは超くだらないのに、シャル DJ 視線は真面目そのもの。さあダイヤパカ、さあこのしゃがみ中パンを、しゃがみ中パンをなんとかできるのか、できないできない、あおお投げるさあキャラ隊を力で押し返すムナーリ。さああの前まで寄られると厳しいということが先ほどで分かりました。こっからどうすんの、たまにエアスラ削っていく、確かも早い位置ガースライディングもらって何もできない、厳しいさあ勝ったのはシャル、今の試合すごかったですね。というわけで決勝戦いきましょう、マッツン DJ 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 X 剣、 X 剣ね、リセットお願いします。2回負けてます。いやーしゃがみミディアムパンチオールデイイエス。あれがなんとかできればね。さあこれはグランドファイナル、シャル DJ VS マッツン X 剣。あー X 剣 S 剣はさすがにずるすぎたか、妥協がなかった。さあめくりを、おお当てるからの暴れていく。さあ死ななかったので安いとばかりに波動拳ガンガン打って歩きダイヤし隠れそう、いつの間にか逆転、うわー投げか。さああっちゅう間にリーチをかけてマッツンがこのラウンド取ればもう優勝、シャルは2回相手を殺さないといけない。さあ頑張って避けているが事態は何も好転していない。おっと危ねえ、さあスパッとヒット、やっちゃった、だがスパコンがあるぞ、あと逃した、うまいなうまいな。さああっという間でした、マッツンさん優勝ということでお疲れ様でした。じゃあ一言いただきましょう、
ああ。いやメインキャラと戦わないって楽ですねひたすら楽ですね。あ、でも僕あれですね、鈴鹿さんともし当たった場合には僕ダルシムっていうつもりでした。はい、あ、別に全然どっちでも構わないんでぜひあれですね、鈴鹿さんとやりたかったです。非常にそれが心残りだなって思う大会でした。な感じで、はい、マッツンさん優勝おめでとうございました。では今日はまあそこそこ面白かったかな。またいつかこのルールやってみようかなと思います。それではお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。
Thank you.
Yeah.
come on.